はい、釜山カンペのマインクラー、カンちゃんです。ちょっと裏は黒幕が一個あるけど、もうあれはみんな気にしなくてもいいです。はい、それは何なのか、後でこのカムバックの YouTube で多分わかると思います。ちょっと下手なんですけど、まあそれは俺のその顔と関係ないんですよね。じゃあいろいろマインクラーいろんなことをやりました。はい、このマインクラーはちょっと調節しよう。マインクラーはこれからもいろいろなことをやると思いますけど、もうとりあえずいろんなことを今までやっちゃったので、今回はちょっとスペシャルで、はい、今までできなかった挑戦をもう一回しようとしております。はい、地獄です。でレーダーですよね、専門言葉は。レーダーワールド、レーダーワールドに行って、どうにかレーダーに、レーダーのどこかに存在する塔を見つけないと、ポジション作ることができない。なぜなら、あちらに現れるブレーズを見つけて、ブレーズから材料を、プラス、地獄でどこかに存在する、地獄のキノコも手に入れないと、いろんなミッションがございまして、でもすごく、なんか、難しい。もう、シャイニングのあの先生くらいの屋敷の先生くらいの強さ、あの地獄の豚もそうだし、ピグリンもそうだし、もう大変なんですけど、もう一回挑戦してみます。で、アレイは一匹あるから、地獄にいて、もし今のアレイがもしかしたら死んだとしても、クッキーはあんまり効果的ではないということが分かったから、じゃがいもを持っていこうか。じゃがいも持って、でじゃがいもを、なんかあれが見えないけど、ん？あれちゃんどこ？消えちゃったかな？まあいいか。じゃあ箱、石が道を作るためには必要だから、石、あ、木材も必要。木材を持っていって、どこ行ったかな、消えちゃったかな。まあ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 、
これと、まあどうなるかわかんないから照明が必要なんだけど、いい照明を持っていて母玉は問題なし、これはちょっと置いて、ジャックとジャックと、照明を持っていて、地獄のいろんなやつを手に入れながら研究もしながら道も作りながら、どうにかしないと。で、じゃがいもを、じゃがいも、ジャック、だからあのピグリンをどうにか失ったら大変なものはちょっと入れといて、シルドもないか。シルド作って。シルトをどう作るんだったっけ、あ、覚えないと。だからこう、これだったっけ、ない感じかな。かな。大変になるかもしれないから、あのベッド1個を作って、羊毛が、羊毛がありませんか、羊毛がありませんか、
発酵チョコって。OK、発酵チョコって。焼いたじゃがいもと、うん、じゃあやっぱなんと言ったらいいの、最初に開けたこのなんと言ったらいいんだろう、この場所がちょっと良くないかな、もう一個作ってみようかな、そうしてみようかな、そうしようか、もう作ることは簡単です。あ、ダイヤモンドチロワシが必要か、で、もう十分だな、じゃあ作ってみましょうか。誰もいないのに。どこに設置しようかな。家の裏に設置しようか。あー、ダイヤモンドチロワシ強い。あー、早い。あー、気持ちいい。数えながら撮ったのに、俺バカ？うん、だからあの場所が良くない。だからここにしよう。うん。じゃあ、地獄をもう一回挑戦します。お、ごめん、ごめん、お、じゃあ、1、2、
け。はい。2、3、4。オッケー、これですよ。これでちょっと綺麗にしましょうか。うん。地獄のポータルもう一個完成。なんかあれがいなくなったのがちょっと気になるけど、うん、これでいいか。はい、履いてみたらやばいか。いい場所になるよ。お、あれ、ノー。ここはやばいな、やばいですな。どうにか安全地域を作らないと、多分裏から攻撃されるから、うん、こう攻撃されるから、ガストとか来ちゃったらやばいから、こういう設置をとりあえずします。うん。うん。カストないね。ああ、あちら？ええー。OK。あちらは、ここまっすぐに探索する道にして、ここは、ちょっと真反対のこちら側を探索するような、ポータルにしましょう。ああ、怖いな。またどこから来るから分かんないから。じゃあ、こうして、うん、こういう。側から攻撃されることは多分ない。じゃあこうして、ここにアジトを作りましょう。安全、多分
埋めて、うん、OK。 じゃあこれでここら辺に箱を設置します。こういう、じゃあここにちょっと、あ、これ必要だし、食料もちょこっと入れて、ステーキ入れて、戦闘のためのピグリン、あ、ピグリンじゃなくて、なんかこういうのをちょっと完璧にどうにかするために照明もジャックを覆う。ジャックをこういう設置をして、地獄の木だな。だからこう取っちゃったら自動的に、ガスが必要かな。取ってガラスも、ガラスと鉄の、鉄のドアが必要かな。はい。おう、夜です、やばいです。がここにあって木材が、うん、 OK、 木材で、うん、順調順調、もう完璧にしたい。でもアレーちゃん戻ってきてよかった。失礼。ああ、これはないや。じゃあ、で、ここに、クラフトテーブルを作って、クラフトテーブルを、すごくここやばいから気をつけないと。だから、ここにこうして、ここで、はい、鉄のドアが、あー、作れるのかな。あいこう、足りないかい。あー、もうめんどくさいな。めんどくせえ。鉄がここにあったな。
地獄。もう俺のマインクラ最大のミッションだな。すごくアップデートされて、すごく敵たちも強くなった、うん、シルトやばいからちょっと変えて、シルト入れます、ジャック入れます、火鉢もちょっと作って、1、2、 OK、 火鉢で、こういう2つ、 OK、 こうして、あ、ちょっと上も埋めよう。もうどうなるかやばいから、ここためには、王にやられたらもうやばい。グリーンをちょっと攻略的にちょっと効果的になんかしないと、完成。じゃあここで、あ、そのベッドまであったらいいのに、あ、ベッドあったらいいのにな。鉄のドアを作りましょうか。もっと強い？勝手に開けることができない？モンスターたちが一個を設置を、ああ、あいや、ちょっと。ボタン必要か。どうしようかな。このボタンを、ボタンどう作るんだっけ。あ、もう
ボタンが。ああもう。一つ。もう一個一緒なんだけど。おお。だから、これをこうして、おお。オッケー。ああもう木材が足りないからまた行ってこないと。ムカつきます。ん？石炭や、うん、いいな。あれ、デバーフはいつ消えるんだろう。まあいいか。はい、行きまーす。はい。じゃあ。かボタン4つ以上かな、うん、右左ボタンを2つ設置して緊急な時にもうどっちを押しても問題ないように。ボタンをちょっと作って、ボタンを4つ、はい、12、はい、こういう、わお、なんか見えたわ。こうしてで、ガラスでこれだったっけな。オッケー。
カラスを設置してよく周りが見えるように何が。ならばこれがちょっとこれをこれたちをまさかそのカストの攻撃がもうこれ壊れることはないね。テストしてみないと。カストの攻撃は爆弾性だから、爆発性だから、どうなるのかは。これカラスは弱いから、じゃあ旅をちょっと始めてみましょうか。
望遠鏡。武器がこれだけだったらちょっと。こういう、ああ反対側もボタン設置しないとね。おう、どうすれば。鉄がエラーだったかな。木材でしようかな。木材でしても多分問題はないはず。ああ、その突っ込んでからやる。だからドアでこのボタンをこちらに設置して、圧力板を。これや、ああこれはドアや。全部覚えないと。これか。圧力板を、あ、オッケーオッケー、あそしたら、これ取って、これを取って、オッケー、こうしてこう。鉄のドア。じゃあ、出発してみましょう。多分もうすぐ死ぬかも。おう、あーこの豚たち、ちょっとやめる。開けといて。うわー、なになに。はかわいそう。視野確保をしないと。ふん、前みたいにされないぞ。だからこの地獄のこの木、これどうにか木材として使えるかな。
クジャイだな。クリムスン、クリムスンだな。クリムスンの、これでもし、ああドアとか全部その作れるんだ。木材と一緒？うん、棒作れる。ああ、そうしたらこれ種があったらすごくいいかも。ならばこれちょっと、やばいから、この上の道も一個作ろうかな。上の道を作るためには、はしごを、はしごが何だったっけ。ああもう、あ、これか、これで、これかじゃないか。はしごして2階を作って、2階を作って、上に登れる。ああ、汚れた。じゃあ、はしご。だから、この木材の種があったらいいのにな。OK。 こう登っていて、はい、この木材だね。この木材、種があるかな。これは砂から、だから木に砂がくっつけられていること。これは、これが、難しいな。研究する必要があるな。このボロクたちは多分これが多分地獄の砂で、これが多分地獄の石？多分。だからこれがキーで、キーに多分できる、果物？これが多分発光性があって、でこのキーにできるこの歯がなんか砂みたいな。だから、これ、葉っぱみたいに。だから、これが。
多分これが砂だから、砂にこういう設置ができない。どういうことかな。とりあえず行ってみないと。おう、ああ、怖くてもう進むことができないな。恐怖感を捨てよう。恐怖感を捨てよう。はっ。この木をどうにか種を手に入れたいけど。Thank you.
かな。うん。おお。うわ。うわ。難度よ。いや、おお、やばいやばい。開けちゃいますよね。お前たちがでかくなって。このキノコたち。キノコか花かわかんないけど、どうにかちょっと手に入れて研究してみようよ。じゃあ手に入れて、とりあえず地獄の木材だということがわかった。これは色も違うしデザインも違うから、でこれがこの木材からできる、まあ、なんと言ったらいいんだろう。果物って言ったらいいかな。これが発酵性があって、これ食べることできないな。うん、こういう設置ができる。どうにか手にちょっと入れよう。まあ、適当に入れたか。いやー、もう、ほんと。上ももういろいろ、ん?溶岩か。ああ、もう。ん?ん?コダンのスターじゃん?ゾンビピグリンだ。さっき見えた地獄の住民というピグリンがゾンビ化になっちゃった。おお、これは溶岩石じゃないか。おおおおおおお、ごめん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 。死にたことないんだよ。進むことはできなくて、橋を作らないと、ここから。で、今それはちょっと無理だから。うん?これなんか。
これが地獄にある2つのタブ、キノコ系。地獄の豚を殺しても豚肉は出すんだ。どこ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 。はあ。俺もっと実力上手になったよ。勝手にもう。されないぞ。これは何だろう。これが多分石材かな。これが多分石材かな。ネードレグじゃないな。これは後で、わお、わお、うん、お、見つけた、見つけた。おー、見つけた。見つけました。これは、これは、これは塔の構成物じゃないか。見つけました。見つけました。これ本当にこういう。ちょっと。これ上に行ったら。どうなるかな。多分上に行くことかな。うん、だね。ならば、こうして上に登って行ってみようか。上に行ってみましょう。おお、じゃあ発酵石の粉。おお、見つけちゃったんです。見つけちゃった。地獄のキャッスルと呼ばれる塔を見つけました。ここからはすごくやばいから気をつけないと。とりあえずそれやばいから、やばいから、やばいから。こうしてここから準備をしないと。発酵石の粉すごくこれいいもので、こ
このブロックも弱みたいなすごい照明になるし、はい、じゃあここから道を作らないとね。だね。アドベンチャーになるらしい。その前に、ビデオテープ回し。いやー、緊張感ばっかりだな。